5000円の木工旋盤とホール層で宇宙船の舵を作ります。皆さんこんにちは。以前望遠鏡で車輪の作り方を紹介しました。今回はほぼ同じものですが、作り方を少し変えて宇宙船の舵を作ってみたいと思います。前回作成した時にはホール層で丸く切り出した後、電動ドリルで回しながら内側を削って作りました。この作り方の課題はホール層の切り口が粗くヤスリがけしにくいことから、内側をきれいに仕上げることが難しいことです。車輪作りでのもう一つの課題はスポークをまっすぐに刺すことが難しいことです。そこでジグを作ってみました。端材でちょちょっと作ったので使い捨てです。使っています。このジグを使ってみた結果がこれでした。うまくいくと思ったのにな。道具を過信してはいけませんね。そもそもこんな風に紙に書いた線に合わせ木材に線を書き込んでいたのですが、これが問題ですね。あらかじめ木材にちゃんと線を引くことにします。木材の切り出しは前回と同じように切り込みを入れながら丸く切り出します。ここからが前回と違う方法で5000円の木工旋盤を使って作っていきます。スキューチゼルと紙ヤスリで周りをきれいに仕上げます。切り離し部分に線を引き、軽くノコで切れ込みを入れ、舵の厚みを決めておきます。先にスポークを刺すための目安線を引き、両端を飾りで少し削っておきます。この後が以前と違うやり方で、この段階で切り離しをします。この状態にすると内側のヤスリがけができます。内側にもスポークを刺す目安線が入れやすくなります。ここからが大きくやり方を変えた部分で、先に内側の穴を開けておきます。内側の穴に合わせ外側の穴を開け、スポークを刺していきます。しかし微妙にずれてしまいました。原因は後から写真見て気がつきました。切り出した段階で中心がわずかにずれていました。難しいですね。今回やり方を変えながら3回作成しましたが、今紹介したやり方が一番うまくできたかなって感じです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。